先生 <laughs> ようこそ <laughs>。はい。は <laughs> いつも <laughs> こんにちは。いつもお世話になってます。あい,いえこちらこそ。<laughs> あのねあの泉先生のあのあの研究について、ね、いろいろちょっとお聞きしたいと思うんですけど、はい、あの最初はちょっと自己紹介をしていただけますか。あははい。えー、っと泉 武雄と申します、えー、っとお私は専門はあの、えー、日本の美術史、えー、絵画ですが、えー、っとお尺八の方横山克也先生について長年やっていた関係で、えー、尺八の歴史についてもあの興味があってで、えー、日本の 絵画に現れた尺八付近の痕跡を訪ねてですねさまざまな画像資料を見ながら尺八の歴史についても考えています。最近というか少し前にこういう本を出しました。 え英語版も出しましたが英語版ですねはい英語版分からないことが多いんですが <laughs>、えー、絵で、えー、あの考えるという試みも、まあ、少しは意味があるかと思っていますはいそれに興味がありますねあ,のあとはみんなあのやっぱりあのあのテキストの資料を見てあの歴史を あの研究するっていう感じなので,、はい、で絵を見てっていうのもやっぱり、うん、あのなかなかあの面白いと思いますので泉先生があのこうやってきてあの研究してあのどういうことを絵を通して分かりましたかってちょっと説明し,してもらいたいと思うんですけど、うん、はいえー、っとですねあの 日本の尺八の今やっている我々がやっている尺八のえ現代に至る歴史がどうなっていたのかという点についてえあのとても興味があるわけですがえー特にですねえ今あのー えー、世界で尺八、えー、を吹いている、えー、皆さん、えー、はあのコムソウ尺八というものの系統をお練習されていますで、えー、コムソウというのはあのーえー、実は江戸時代に、えー、日本の江戸時代ですねえっ、ー、と十に 17世紀ですか、17世紀に<や>、えー、できたものでして、でそれがあのどうやってできたのかということについて、あのえー、い,いくつかの説があります。で、えー、ただしそれはあの、えー、文字ですね、テキストから、えー、考えた説なので、 で絵,絵に残っ,て残っている絵から考えるとどうなるのかということについて、まあ、まとめてみたわけですね。で、えーまあ、それでもあの謎がたくさん、えー、残されたままなんですが、えー、いくつか分かったことはですね、えー、その昆布層ができる以前つまり、えー、中世の時代。 えー、日本で言えばあ鎌倉時代から、えー、室町時代、あのーえー、桃山時代にかけてなんですが、えー、この中世の尺八にはですね、えー、大きく二つの流れがありましてで、えー、一つはその「菰僧」というですね、あのーえー、背中にあの「 御、えー、座のようなあのものをこうくくりつけた「こ、え、も、ー」というわけですがこもを背負ってで角、えー、付けをする、えー、つまり裕福な人のところに行って尺八、えー、を吹きその,あの伏せをもらうというふうな活動をやっている。 やっていたグループというのが一つあることですね。それはこもそうっていうのは、はそうはやっぱりあのねあのお坊さんのえ<っ>にあるので、あの、はい、もうすでには仏教的なものと考えられるっていうんですか。えっとそれがよくわかりません。うん。えただしあの <laughs> 文字のテキストではお坊さんのそうという字を えー、書,きます書いています。えー、でえ、まあ、それもあの問題ですよね。ほ本当にお坊さんなのかお坊さんだとしたらどういうお坊さんだったのかというのがあの問題になります、えー。それからもう一つの大きな流れは人、えー、よぎりというもっとあの短いですね短い尺八を 楽しんでいたという流れがありましてで、えー、それはあのーえーまあ、お坊さんの中でもですねちょっとこう、えー、趣味的な人たちあるいはあのーえー、貴族とかですね、えー、こう社会的にちょっと上の人たちの えまあ遊びといいましょうかね楽しみでえ行われていたというあの流れがあります。でこちらの,あの人よぎりの流れの方はえっと江戸時代の前半まではあの流行するんですがえその後はあの えー、衰えてしまいます。で、ちょうどその尺八に、あの、取って代わられる。まあ、あくまでも、あの、絵から見るとなんですけれども、えー、そういう動きがあります。あ、絵から見ると、あの、あの江戸時代の前半の方でしたら。あの、人よぎりの絵の方が多いっていう意味ですか。えっと、江戸時代前半だと、両方。 同じぐらいあります。はい。そうなんですか。それで後半になるとあのコムコムソシャクハチの方が<っ>それで<っ>そのあのじゃあ一寄りはあのそのもっと細いあの竹で短い、はい、短いとあともう一つのあの間竹でできてあの、はい、もっと長い ものですね、はい。長いものですね。それは絵ではわかあの見えるっていうことですね。そうです。で、あのその尺八はあのどのぐらいあの細かいことはわかりますか絵を見て。まあ <laughs> 細かく書いてあるものもありますけども、まあ大体はあのお、えー、大雑把に書いてますので、えー、あの。 詳しい構造まではあのなかなかわからないです。えー、ただし、あの江戸時代江戸時代も半ば以降だとあの少し詳しく書かれるようになります。実はこれとは別にあのま謎のですね謎のあの、えー、流れがありまして、ここれにあの足を踏み込むと。 あの今はちょっと解決できないんですね、ローワンという人の<っ>、えー、画像をめぐる問題なんですが、こ,これはちょっとあと、えーまあ、でお話しする機会があるかもしれませんけれども、えー、あの中性の流れとしては、今言った2つの大きな流れと考えていいと思います。はいでえー それでそのコモソウの方はあの人よぎりと違って、えー、少し長い竹を吹いている、えー、描かれたあ竹はちょっと長くてですねまあ節が3つ以上あるように書かれますそれはあの中世ですからい,いつぐらいのですか、えっと 室町時代もお終わりの方で、えーはい、16世紀からですそういうふうにはっきりあのその2つの流れが絵でわかるということですね。そうですねそして、えー、っと問題のそのコムソウですけどもこれはあの、えー、っとその2つの流れのうちのその 子もその方から。えー、こう。は展開する。うん、と考えられます。はい。えー、その。展開は。どういうふうに絵を見てわかるんですか。ちょっと見えにくいですが。はい。と。ここに、あの、洛中洛外図という。 えー、京都の景観をえ描いたあの屏風があるんですがその中のおこう一つの、えー、場面に、えー、店先で二人の菰僧が、えー、ちょっと少し長い竹を吹いて託、えー、発をするような場面があってこういう例がですね 何,か所,かある何か所かありますそれが、えー、と近世ですね、えー、とさっきのは16世紀ですが、はい、17世紀になるとやっぱり洛中洛外図の石番面に、えー、店先で、えー、竹を吹くコモソウがいるんですがこれはもうですねあのとても似た格好だけどあの頭に傘をかぶって で、そして、えー、背中にはですね、もうコモがありません。コモが消えていくんですね。はい。それから、えー、っとやはりあの十七、えー、世紀の絵なんですけども、えー、これはもう刀を帯びていまして、対等しながらあのー。 えー、人の家の前で、まあ、託発している、えー、姿がありますが、えー、ここでもう、えー、背中にも子紋はありません。で、えー、ただし、えー、っとその裕福な、あのー、人,人の家の前で、えー、託圧するというのは同じ、えー、スタイルでありまして。 で竹の長さもだいたい同じです。はい。あの一よぎりではありません。うん、でこれはあのずっとそういうあのーえー、一つの、えー、流れにあると考えることができますし、うん、で、えー、とこれがあの見の点でですねやがて我々があのー 親しんでいる、あの、コムソウにつながっていくと。えー、まあ、考えるのが一番自然じゃないかと思っています。はい。コムソウが使ってた、まあ、御代切りか、もっと節がな、多いのと。あの、人、はい、よぎりは、あの、一般的には、あの、両方とも、雅楽尺八から。の流れって考えられますよね。コムソウはい、はそうですね。 それでもはっきりと違う。でもあの、ビワ法師みたいな絵で、あの、一、はい、よぎりもある絵もありますよね。はい、あります。ううはやっぱり、でも、こもそうとはまた違うというふうに考えるんですかちょっとあの違う流れだと思うんですね。はい。でえー、っと、ビワ法師は、 そうです。これで、はい、えっと、脇に短い人よぎりが置いてあります。でも、これ素晴らしい絵ですよね。えー、はっきりと人よぎりでやってみましょう。えー、<laughs> とてもよくわかる。そうです、ね、これは、あの、室町時代にできた、絵を江戸時代に移したものですね。で、はい、はい。で、えー、まあ、調子、音の高さを、あの、整えるために、多分。 あの一寄りを一寄りを使っていたと思われますね。あ、はい。そのもう小物装の時も小物を持ってて、やっぱりか傘をかぶってますよね。えー、室町時代は傘はかぶりません。あ、それでいつぐらいから傘かぶるようにあの江戸時代になってからですね。江戸時代になって。 で、あのその傘も変わってきますよね。えっと、はい、変わります。あの最初は三角形型なんですけども、はい、だんだんそれが、えー、丸っこくなって、で中、えー、ば以降はあのこう円筒型ですね。はい、に変わります。それになるのはいつぐらいですか。あのこう今馴染んでるあの、はい、形ですね。 多分ねえー、と18世紀後半、江戸時代も半ば以降だと思います。うん、江戸時代の初めぐらいはこういう三角三角形で,でちょっと見えにくいですが、えー、18世紀の初めぐらいはこういういだんだん丸っこくなってくるんですね。でもまだ,ちょっとえまだ円筒形じゃない。 で江戸時代後半になるとこういう円筒型になります。あとは絵を見てあの分かるのは衣装とかあのどういう場面で尺八を吹かれられたということですよね。そうですね。えー、っとそれでえー、っと中世のあの小紋が描かれる場合は、えー、先ほども。 言ったようにあのまあすべてあの着発している場面のように、はい、あの思えますね。でえー、っとそれに対してあの一人きりの方はあの着発とあまり関係がなくてあのただ自然にこう音楽を楽しんでいる、えー、それからえー、っと。 合奏し合唱を楽しんだりするような、えー、そういう場面であの一指りが出てくるようです。はい。その後小ムソもあのやっぱりあの卓発が多いですか。えっと絵に描かれるのはあの卓発が多いです、えー。それからあの江戸時代後半にはあの。えー 古武装の姿が歌舞伎に取り入れられますので,、はい、で歌舞伎役者が古武装の姿をしている、はいえー、そういうところとか、まあ、こ,れこれもまあか歌舞伎のあ、はい、歌舞伎役者の古武装これも多分 歌舞伎じゃないかと思いますけども、はい。で、えー、ショーによって、え<っ>、ですかこ。これは実はあの歌舞伎の姿なのか、それともあのまああのプレイボーイが、えー、か,かっこいいのでシェコムソーの格好にしたと。 そのどっちかよくわかりませんけども、あの、えー、ファッショナブルな姿、えー、コムソーはファッショナブルだと思われていたらしくて、えー、そういうふうにあの偽物の人たちがコムソーの姿をし,しているという場面もあの絵には描かれます。あ、そうなんですか。そのコムソーの姿がファッショナルブルっていうのは。 あんまり聞いたことないですけど、そういうふうに思われた。ですか。これ歌舞伎であの始まったからなんですね。で、その時のあの有名な役者が。あの。ええー。助六という。あの出し物だったと思うんですけども。それであの。小無双のスタイルを採用したんです。で、それでみんなおかっこいいということになって。 真似をしすると。それもあのテキストとか、そういうのにも残ってるんですか。え、あのそれは残ってますね。はい。ど、どういうものに残ってますか、そういう。えっと、あの。テキスト本体は、ど、どこに書いてあるかはちょっと。出てこないんですが。うん、はい。ええ。と。歌舞伎のですね。ええー。千七百十六年。 はい、に、えー、ス,スケロクゆかりの江戸桜という、えー、演目がありまして、えー、そこで二、えー、代目市川團十郎が、えー、釈迦像を持って小、えー、ムツオ姿で登場したと記録されています。あ,あ,あ、そうなんですか。はい。もしかしたらそれが 最初の。歌舞伎で。え歌舞伎で、コムソーが出た。あの、最初ということになっています。あの、浮世絵。って、よく見ますけど。あの。それはよく。歌舞伎ですよね。そうですね。それから、の。えっと。あの。広重の、あの。五十三次だとか。はい。はいろんな。風景。風景画のね。はい 浮世絵がありますけれども、はい、あのそういうあの実際の、えー、姿をあの反映した浮世絵にも、うん、あのコムソはあの、えー、しょっちゅう登場します。そうですね。はい。えー、私は集めてないんですけども、あの、えー、東京なの発信寺という今のコムソ活動のあの拠点の。 お寺にたくさん遺品が集められています。はい、そうですね。それであの。じゃあ。あの、そういう風景の浮世絵と、あの、もっと、あの。まあ、歌舞伎、な。とか、あとは、はい、なんていうんですか、あの。浮世も、あの。 イマジネーションの中のものを作ったりとかしますよね。えそうですよね。そそれはねあまりあの、えー、研究してないんです。集めてないですわ、うん、かりました。じゃあのそのか絵画っていう絵についてちょっと説明していただけますか、はい、中世で、えーその 尺八を吹いている姿が出てくる例というのはあのーえー、一つはあの絵,巻絵巻物ですね、えー、絵付きの巻物の中に、えー、登場するものなんですが、えー、とそれはあのお、えー、職人歌合わせといいまして えといろんなあの職業の人たちが、えー、と和歌を読み合うという、えー、まあ架空の設定で、えー、書かれたあ絵巻物があるんですけどもそこにあのコモソウが登場します。でえー、それからあの、えー 落中落外図といいましてえと、まあ、京都の景観ですね、大規模な、えー、よ様子を、まあ、屏,風屏風というあのスクリーンに書くんですけども、そこにはいっぱいあの町の様子が書き込まれるんですけども、そこの あの一角にですねえその尺八を吹いているえ小僧とかえそういう人々が描かれるというそういうパターンがあります。でほかにあの掛け軸と申しましてえまあ壁にこう吊るしてえ描けるえそういう 尺八が尺八拭きの、えー、肖像ですね、まあ、こういうふうなものなんですけどもこういうふうに尺八吹きを、えー、取り出して描くという,う、えー、そういうタイプもあります。じゃあこの3つが一番多いですか そうですねそして、えー、と江戸時代に入りますとあのやっぱり、えー、屏風に表されたその、えー、落中落外図だとかそれから遊、えー、楽図、あのーえー、いろいろ人々が楽しんでいる様子をですね、あのーえー、屏風に描くというそういうあのー。 グループがあるんですけども、そこにも、あの。何人か、あの、こもそが、ええー、尺八を楽しむ人々が。書かれます。あの、それは。こもそじゃなくて。え、あの、こもそじゃなくて、人よぎりの。人々が多いですね。あ、なるほどね。今、なかなかいいですね。<laughs> そのあ遊びで吹、えー、いている人たちっていうのは、えー、人よぎりが多いんですが、えー、と江戸時代に入ると、えっと、こ,こういうい,いろんなあの、えー、風俗描いたその有楽図があるんですけども。はいあの この中にはですね、みよぎりみたいにちょっとこう長い尺八も、あのー、見られるんですね。あそうなんですか。ええ。じゃあ、あの、こ,こもそうだけじゃなくて、一般の人ももしかしたら吹いてたっていうふうに考える。はい、そうですね。ひと湯切りだけではなくて、みよぎりもそういう遊びの、あのー、 楽器として使っていたと。えー、そういうふうに考えられます。でも。今、あの、みよぎりとおっしゃりましたけど。あの。まあ、七寿司。の尺八で、あの、楽しんでいた。っていうのは。わからないですか。それとも。あの、コムソム、最初は、あの、みよぎり吹いてましたよね。そうですね。 あの、えー、コムソウで出てくるあの最初の頃のあの尺八はあの七つも節があるように見えなくてですね、だいたい三つかあのその前後に見えます。はい、で、えー、っと七つ七つのあの、えー、節が多いタイプは。 あの当然根っこの方を使うことになりますけどもえそれがそれが絵の方で出てくるのはえと18世紀に入ってからです。これあの先ほどお見せしたえ有楽図なんですけどもこれあの18世紀初めの絵なんですがここであのえ使っている尺八は あの下がですね太くて根っこに近いところまで使っていまして、うんはい、あのミョウギリではない、明らかにミョウギリじゃなくなくなっていますね。ミョウギリはもうちょっと上の方を使っているってことですか？はい、そうそう思います。はい、はい、でミョウギリはあのまっすぐですねあの絵に描かれている。 やり方で見るとまっすぐです。でそれが、まあ、だんだんこう根っこの方に根っ、えーね、このを使うようになるとこう次第にこう湾曲してくるわけですけどもこれはあのもうだんだんこうぐるっとですちょっと湾曲し始めています。根っこのの方を使い出したのはあの かかららになったぐらいの時ですか少なくともあの江戸時代に入ってからですけどもあの、えー、いつ頃からかっていうのははっきり分かりません。はい、ただ17世紀にはないですあの。絵に描かれた方から見ると17世紀にはありません。うん、なだから18世紀以降に見えますね。 古物葬が最後に描かれたものっていうのはいつ頃からのものですか。とやっぱり十十七世紀でおしまいですね。あ、十七世紀でも。古物葬の方になってしまう、はい、絵から見ると。古物を巻いてるのは十七世紀までです。面白いですね。あの。うんうん、やっぱりあの。は はっきり言うと大雑把にあの。笛の絵を描いてますけど、でもやっぱり。根っこを使ってるか使わないかは、やっぱりちょっと形が違いますからね。はい、そうですよね。はい、あの、頭の。帽子と同じでね。そうですね。傘もこう,こう。格好がね、変わりますし。竹もこう、まっすぐから。こう、こう、こうなって。いく。それが絵に描かれているのは面白いですよね。すごくいい。 面白いですね、はいうん、あとはあの皆さんにあの知ってほしいあの絵から見る尺八歴史っていうのはありますか、えー、もっかり取り組んでいる謎解きがありまして <laughs>、はい、これがあの謎が解けないんですけどもこの、えー、ロ,ローアン像というのがあります。はい これがなぜ謎かというと、えー、その日本の中世尺八は伝説によれば中国から伝わったことになっています。で,、えー、そ,れでそれは鎌倉時代後半の,あの北東国史という人が、えー、伝えて でその,あの弟子があの全国に広めてそれがやがてあの小無装になったという伝説があるんですね、はいで。ところがこれはあの確認ができません。テキ,テキストで、えー、あの信頼できる忠誠のテキストに そういうことは一切出てこなくてですね江戸時代になってから出てきます。ででは実際それはどうだったのかという時に気になるのがその老安という人物でありましてでそのという人物でありまして 先ほど言ったあの中国から伝え,た伝えたと言われるその北東国史の、えー、弟子の一人がア、えー、安だというふうに言われています。うん、で、えー、ところがそのア安さんはあの実在するんですね。え絵にはあのでテキストに 中世のテキストで、実で、実在しまして。はい。で、二、えー、代目三代目ぐらいまで。えー、いたことがわかります。ローアン、い。あの、二代三代目。っていうことです。そうです。はい。はい。で、えー、ただし、初代のローアン。最初のローアンは。あの、確認が取れません。あうんで。 えっとそれでこの3代目の老安を描いたという掛け軸があ,りあるんです。で、えっと、この老安さんは、えー、もしこの絵のような人がいたとなるとですね拭いてる竹はとても長い。 長いし、太いですね。太い、長いし、太いんですね。<laughs> 巻いてますし。はい。はい。で。えー、っと、この絵を調べると。あの。えー、描かれた、もともとの絵ではなくて、えー。室町時代の。あの、えー、良心的なコピー。 であると考えられます。あはい、じゃあ、このローアンさんは。コ古無双百八と。どういうふうに。関係していくのかと。いうのが。わかりません。なるほど。これが最大の <laughs>。目下の謎です <laughs>。ああ、なるほどね。じゃあ。ローアン。まあです。 こ,れのこの絵は三大ロウアンですけど、はい、それは17世紀ですか15世紀です。15世紀。<あ>じゃあ、はい、結構早いんですね。一休さんと同じぐらいのそうですねはい、はい、あのー、年代です。はい15世紀のロウアンさんからその後がわからない。 わからない。はい。それで十七世紀になるとコムソは人、い、よぎりは結構でも資料はたくさんあるんですよねずっと。はい。あります。うん。じゃあ,あのまあ見寄りその後まあコムソを尺八になるそっちの方がちょっと <laughs>、はい、謎があるっていうことですね。そうなんですね。でもそれは分かればいいですね。分かればいいですね。<laughs> <laughs> あとは、あの、ね、特に、あの。日本以外、海外に。いる方で、あの尺八の歴史に興味ある人に。に、なあの。アドバイスか、なんかありますか。<laughs> アドバイスですか。<laughs> いや、それはなかなか <laughs>。<laughs> あの。私自身は。あの。その。今、現在ある。あの。尺八音楽。えー コムソ系のですね、えー、本曲と言われる、えー、その音楽そのものですねまずその音楽そのものが、えー、魅力的で、えーま、大好きで,あの、えー、で練習したり演奏したりしていますだからそのそれ以前の歴史がどうあれどうであってもその今ある あのー、本曲音楽はぜひ、あのー、残したいです。でその一方ですねその、えー、この本曲、えー、コムソ音楽が、えー、どういうふうに、あのー、作られてきたのかと、うん、いうことを、あのー、知りたいわけですね。で、えー、で その歴史を知っているか知っていないかというのがその自分の演奏にプラスなのかあるいは全然関係ないかそれは人によっていろいろ考えが違うと思いますけどもあの現在も謎に満ちたですねこのコムソ誕生の えー、背景というのを、えーまあ、機会があれば皆さんと一緒に考えたいなと思っています。じゃあ、うんはい、みんなと考えましょう。考えましょう。泉先生ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。<laughs> いつもあの興味深いものを教えていただけるのでありがたいです。あ、こちらこそ興味を持って。<laughs> いただいてあの本当に心強いです。いやいややっぱりあのね研究を深く,いく方から直接聞いた方がねやっぱりいいと思うので。うん、ああはい本当にありがとうございます。はいこちらこそ。